カメラ。そうです。ソニーなんとか。それは V なんだろう。あ、ZV-1 だ。わかりづらいでしょ。はーい。ハロリー。心ポジションしたハロリーを言わなきゃいけない。なんかさ、このさ、すごい机汚いの大丈夫？うん、なんか散らかってんの大丈夫？でもいいでしょ。大丈夫。ダメ？どれくらいがどう映ってる？あ、ごめんごめん。文字が全部ゴミに見えてて。目が悪い人じゃん。うん、これね、これ結構気に入ってんだよ。オカピが来るときしかね、登場しないからこれ。かわいい。してやる。あんちゃんの方がなんかドタドタ走るんだ。そうだよ。もう、あの、着地もうるさいしさ。うん、これ今日は何？打足談義っていう、本当内容がないような打足。はいはい。そう。でももうアコーディン以外の話をやたらと、もう載せてんのよ、その打足談義に、うん。それでもうちょっと。あの、そう、オカピさんってさ、タオヤメオルケスタっていうさ、うんうん、18人のさ、女の子のビッグバンドをやってるの。うん、それの主なの、主。そう。でも、チャラポランタンだとカンカンバルカンのテナサクソもやって、なんか、そう、なんかバンドの中の一人だよ、みたいな。リーダーとかじゃないよ、みたいにやってる。いや、もう上楽ただ楽しい。ただ楽しい。そうだよね。ああ、もう楽、ほんと。だってもう、タオヤメで見てる時のとキャラクターともはややっぱ違うもん。まあ、自動的に違くなるよね。いや、もう全然違う。でも、初めてだもんね。だって人のバンドやったことなかったからさ。なんかこう、多分、真ん中に立つ、なんかこう、仕切るタイプっていうの、なんとなく決まるんだろうなと思ってね。うん、キウイとパパイヤマンゴーズのさ、やったー、最初さ、知り合った時にさ、なんかあの楽屋でさ、すごいその当時、なんかつけまつげをなんかつけてたじゃん、なんか、うん、メイクしながら、なんか、今やってるバンド、うん、ちょうど私もなんかもうやめようと思ってた、あの解散しようと思ってた時に、同じようなタイミングだったじゃん。うん、で、あの後にさ、なんか、一緒にバンドやろうみたいな、うん、誘ってくれたじゃん。うん、あの時にさ、リゾット食いに行ったの覚えてる。呼び出されて新宿の、もう今潰れてるけど、え、リゾット、うん、え、覚えてないの？ひどい。ちょっと待って、じゃあ何の話した？いや、だからそれで、あの、こういうバンドを始めようと思っててみたいな、カンカンバルカンみたいな、そういう編成の。え、リゾット？どのリゾット？どのリゾットって、あのリゾットだよ。で、そこでなんかこんなバンド、なんかフーチンというドラマがいてみたいな、こういろいろあってみたいな。すごい、ちゃんと誘ってる。人のバンド楽でいいわ。比べるさ、バンドがさ、タオヤメだからね。あ、人数の問題もあるから。人数だって何倍だよ、だってまず。そう、4倍までいかんけどぐらいでしょ。うん、まあ、それもうさ、人数に関わらずリーダーだったらやることがいっぱいあるじゃん、なんか。いや、まあでも、やっぱ事務所に入ってるわけじゃないだろうから、あ、それでなんか事務的なこともめっちゃ、そう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 。だってほら、チャラポランタンのとこ行ったらもう私サックスしか吹かないからね。そうだね。楽器しかやんないじゃん。まあね。それ以外の時間はもうただダメってるだけだし。うん、だってもうほんと初体験だったからね、人のバンド。でもなんかそれに関してはやっぱさくらんちゃんとかもそう思ってんじゃない？さくらんちゃんも結構リーダーバンドやってみたいな。そうだよね。うん、結構リーダーを引き連れてるの子ある。だからみんな優しいんじゃない？なんか。なんかね。あ、なんか今これが大変だろうな、みたいな。なんかわかるんじゃない？やったらとリーダーを集める。みんな。リーダーを集める。よくぶつからなかったの。これは多分年じゃない？ 5 年前とかだったらもうちょっと何かトラブってたんじゃないとは思うけどな。え、でも、出会ったのはもっと前じゃん。10年前。いや、もっとだよ。そうだ、ね。小春が19歳とかでしょ？そうだった、そうだった。19歳って言ってたもん。覚醒期で。時立ってしまってね。時立ったよ。これでもうね、うん、今年このコロナじゃなかったらやらなかったであろう大会では突然岡村メディアワークスとしてちょっと活動も始めて、そう。次ちょっと別のね、なんかあのこれはあの何、みんなに一般公開ね、ちょっとね走ったらさ、めちゃくちゃ揺れてる。カメラ揺れちゃうかな。一般公開のやつじゃない、あのまた別の配信もちょっとね、あの岡村メディアワークスお願いするから。捕獲。あーちゃん元気。あーちゃん、そう、右足と左足にちょっと色が違うんだ。あ、ほんとだ、色が違う、白と黒。あーちゃん大きくなったあーちゃんですよ。そうなの、あーちゃん着地うるさい。着地うるさい、あーちゃん。それでもうさ、そのさ、コロナじゃなかったらさ、出なかった大会よかったですよ。いや、もうありがとう、いい経験を。
でもあれ本当にさ、うん、あの謎だったよね。あの本当にハードル高いっていうかさ、配信のさ、だってあれに出る人、世界中の人みんなあの VMIX っていう謎のサイトをさまず理解しなきゃいけないしさそうそうそう、しかも突然言われたじゃん、あれなんか、うん、なんかズームかスカイプでやるって最初言ってたじゃん、うん、突然なんか VMIX でみたいなパードンみたいな、その最初に教えてもらった綴りがなんか XMAX みたいな、なんか全然違う、なんか X が書いてあって、え、何これみたいな、なんか何ですかこの、なんかこれ調べても出てこないんだけどって言ったら綴り間違えたって言われて、そんなことあるって、そう、配信の技術大会みたいな、え、そうだよ、なんか配信含めてのやばいな、もうハードル高すぎだろ、マジ、そのもうそういうのが、うん、もうほらコロナじゃなかったらさ、うん、もうやらないわけじゃん。それで、うん、もう今回またもうコロナじゃなかったらやらん、もうコロナじゃなかったらできないであろう募集がさあったからさ、受けたのよ。あ、別の、うん、それが、うん、ヒルナンデスのさ、見てるよ、うん、テーマソング募集してたね、はい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 、一般でも、なんか一般でもなんたらでも、うん、応募した、普通に応募して、うん、普通に落ちました聞きたい普通に落ちました、ね、聞きたい、なんか普通になんかね、アイドルみたいなやつになってたよね。なんか普通になんかこう何、うん、結構な人数さ、うん、応募してただろうけど、まあその一段階目とかになんかもし残ったら嬉しいなと思ったけど、うんうん、かけらも残りませんでした、聞きたい、かけらも残りませんでした、かけらも残らなかったの、音楽だけ残ったわだどこにも出てないけど、でもヒルナンデスって言っちゃってるし、もうだからもうあのそれの音楽に合わせて、うん、もうちょっと歌っても撮ったからこの部屋で、すごい、うん、そう、だからもうこれの後に載せるから、お、やばい、ドタタタタタね、え、ねえ、ねえ、なんで喜ぶの、一緒に喜んでね、もう載せるから、すごい、もうあのただ落ちましたっていう、あれね、確かに何口ぐらい応募があったんだろうね、2000何だろう、あ、そんなに、うん、すげえなんかあったみたいで、そんなことも知らずさ、だって募集の時には何人来たかなんて分かんないじゃん、そうそうそう、でもなんか、うん、もうこのコロナじゃなかったら作らん、そんななんか一般公募でも、まあプロはまあ問わずって書いてあるから、もうちょっと何だったらもうなんか、でもまた超間に合わせで作って、なんで間に合わせなのいつもと思いながら、なんかそのなんか締め切りのまた何日か前に何日か前になんか募集してるよみたいな、え、これ間に合うかな、でもう急いで撮って、もう今年はさそういうのに注力したらいいそうそうそう、なんかあの音楽募集してるみたいですよみたいな、なんかその大会ありますよみたいな、なんかもうそれになんか力を注ぐ、なんかただそれに挑戦し続ける、なんかこうどう、なんか大会に挑戦し続ける YouTuber どう、そう、ちょっと聞いてよこれ、書き下ろしでしょ、書き下ろしですよ、ヒルナンデスのテーマ、ヒル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 ナンデス、ヒルナンデス、今日も来た来たよ、ヒルナンデス、ヒルナンデス、ピーカンウキウキ晴れの日も、ザーザーどんより雨の日も、いつだってお昼はやってくる、ガッチリチャンネル合わせたら、いつものメンバー迎えてくれる、今日は何をしようかな、なんですには著作ないよ。まあ確かにね。まあ、そうだね。昼なんですにはない。うんうんうん、
昼なんですのテーマって書いちゃうとちょっと違うけど、お昼なんですの話をしたら、うん、お昼なんですの話。まあまあまあ、物は言いようだけどね。でもまあそれかもう1番2番3番とか作って、朝なんです、昼なんです、夜なんですを作る。ああ、そうだけど、そうね。なぜに確かにね、うんうんうん。もうね。やっぱこの昼なんですを全部カタカナでしちゃうと。思ったよりすごい作ってっちゃう。そうだ、でもね、やっぱこれね、うん、あの、よくやるのが、やっぱ B メロ頑張っちゃうね。B オブ B みたいな。うん、そうそうそう。あの、うん、昨日悩んでたことってなぜかって、ちょっとね、あの、ちょっとこう、あの、ちょっと一瞬こう、そう、ちょっと限り。限り。そう、やっぱりどうしてもね、限りはちょっとやっぱどうしても入れたくない。限るよね。うん。そうなの。なんだろう、そこまでちゃんと作り込んでなかったら、これを結構、こういうのを A メロ、B メロをサビとかで分解して別の曲を作ったりしちゃうのよ。なんか意外と。ストックとして A メロ、B メロを、なんかだからこのイントロみたいなのと、何サビを全部分解して保存しといて、じゃあこの B メロ使おうか。てて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 だけを別で使うとかやってんの。え、そんなに B のフォルダみたいなのがあるの？まあまあまあ、そうそうそう。まあ、まあ、これとして残してて、あ、じゃあこれの B だけ引っ張ろうみたいな。ああ、はい、はいはいはい。で、なんかだから、B だけバッテンとかしとかないと、また B 使っちゃったりするから。ああ。なんか B 割ってんとかして、あ、これ使いましたみたいな。うん、そう。いや、だけど、まあちょっとこれフルでも結構できたから、これ全然歌詞変えてもいいけどね。なんか歌詞変えたらいいんだな。朝昼夜からまず離れてもいいのかな。別にそこなんでそんな、なんか忠実に、その、昼の星。なんですいやいや。朝です。でもただこのなんか今もう昼なんですっていう言葉がハマりすぎててちょっと。そうなの。ヒール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 だからちょっとね。うん、ちょっとあのちょっとクンクンってるからね。ヒールヒールだから。ヒールだから。ワン、ツー、スリー。ヒール。ここ。クンね。そうそう。そうなの。昨日悩んでたことってなぜか寝て起きたらあんまり思い出せない。あるでしょ。だけどモヤモヤだけ残ってる。あるでしょ。あるある。あるでしょ。それだけ残ってる。あるよね。あるね。1ヶ月に1回あるよ、なんか。じゃあないか、1ヶ月に1回、これ、うん、1ヶ月に1回ぐらいさ、なんか、うん、あーみたいな、なんか、もやみたいな。携帯見たくないな、みたいな。連絡来てるかもしんない、みたいな。何それなんか、なんか、なんかね。